今回は東京駅にやってきております。今回の目的地は、第二海峰という場所、伊豆諸島編で伊豆大島から、竹芝に戻る途中に見えた、第二海峰、ちょっとね前から気になってたんで、今回行きたいと思います。ただね個人ではなかなか上陸ができないようなので、ツアーを申し込んでおります。今回ハトバスツアーというツアーを、申し込んでおります。では早速待ち合わせ場所に行きたいと思います。ここですね、ここがハトバス乗り場、今回は2番乗り場から乗るようです。あそこですね、あそこが2番乗り場のようです。目の前にはハトカフェというカフェがあるんですけど、ちょっとまだ時間が早いので空いてないようです。このキャラバンコーヒーで休憩しよう。ツアーに参加される方々が並び始めてますね。2号車の D 席は USB 充電用のポートがあります。アンケートと誓約書と雨がっぱが置いてありました。今日台風近づいてきてるからな。本来海峰は上陸できないようなところなので、こういう誓約書がいります。それでは東京駅の後にいたしまして、海上要塞第二海峰と浦田ドッグコースをご案内いたします。そして本日は黄色のハトバスのポンチョをお客様にお配りさせていただきました。なぜかと申しますと、第二海峰は基本的に傘を差すことができない場所となります。フジテレビ本社ビルです。球体の直径は32メートル、重さは1200トン余りあります。今は右上がもう欠けています。ですがもうしばらくしましたら、もうこの観覧車もご覧いただくことができなくなります。茶色い建物はダイバーシティ東京プラザです。頭だけですが、この左前方の建物の中をご覧ください。ご覧いただけましたか？ありがとうございます。そしてその先に さらに背の高い新幹線塔がご覧いただけます。神奈川県川崎市に参ります。では正面が神奈川県の看板です。それではまずはすぐに翼橋を渡ります。あの辺りは港未来21地区です。横浜ランドマークタワーです。キリンのようにそ見えるその姿から、別名キリンふ頭とも呼ばれています。三景園のシンボル、三重の塔です。ガイドさんの声がイヤホンからめっちゃ聞こえる。これで音量調節。すげえ。でかー。モガ。7トンまで持ち上げることができるという意味で、このレールの上を移動することができたようですね。この上に船を固定させていたんですね。この穴にフォークリフトで刺して移動させてたようですね。すごいな、本当レンガが圧巻。中段から間近でレンガが見える。よく見るとこうロープで縛った跡が残ってますね。これなんかすごいな、かなりロープできつく縛られた跡が残ってる。向こうのレンガの部分が当時作られたようで、そこから追加でコンクリートの部分が昭和時代に作られたみたい。ここにクレーンがあったみたい。あれが2号ど
くよく見たらここもレンガになってる。2017年の台風で屋根が飛ばされちゃったらしい。一周を終えて戻ってきました。こんなところにバス停、今使われてないのかな。いやなかなかすごい、歴史的にも素晴らしい遺構でした。トイレ休憩を終えて、バスに戻ります。ここは観音崎、すごいいい眺め。ホテルに到着。ホテルのロビーからは観音崎の素晴らしい眺め。やっぱりこの辺りは海軍関連のお土産物が多いな。あ、すげえなんか豪華な空間。じゃあ豪華で美味しそう。美味しそうな冷製スープ。食事を終えてバスに戻ります。これから第二海峡へと向かってまいります。左に見えるのが猿島、正面奥に第二海峡があるはず。ここから船に乗るみたい。後ろに見えるのは戦艦三笠。戦艦三笠、入場料払うと中に入れるようです。今は世界三大記念館となっているようですね。本線第二海峡向けになります。猿島駅ではございません。今回乗る船はこちらシーフレンド1。上陸記念にお水もらった。これはもう絶対に帰った方がいいな。前方に席があった。第二海峡楽しみ。上から見るとこんなブーメランみたいな形の島なんですね。すぐ目の前には猿島が見えてます。早速船が出港しました。それでは第二海峡に向けいざ出発。この船は第二海峡へと向けて出港いたしました。もですね、様々な魅力がありますので、そういった船のお話もですね、少し。第二海峡上陸ツアーが開催できる確率はそもそもわずか 50% くらいしかありません。本日、台風が接近しているというニュースもあったのですが、本日も海の上は比較的穏やかでですね、絶好のクルージング日和という海面になっていると思います。猿島の横を通っていきます。もうなんかそれっぽいものが見えてきてますね。あれが第二海峡か。よく見比べていただきますとですね、あちら雲の境目、海面の境目から雨が降っている割れ目が見ることができるんですね。海の上は海面、水の上になっておりますので雨の境目を見ることができるんです。右手側に見えております島、横須賀の沖合 1.5 キロに浮かびます無人島猿島という場所になります。猿島をこの角度から横須賀とともに見られるというのも第二海峡ツアーならではの光景になります。そしてですね、この船の正面少し右手側に見えます島、あちらが今向かっている第二海峡という場所になります。つまりはですね、日本、いや世界で初めて作られた人工島、海の上に建てられた構造物がこの第二海峡となるんですね。まず第二海峡を作る理由というのがですね、首都防衛になります。なんと大きな石をひたすら海に放り込んで海の上から出てくるまでそれを繰り返したと言われているんです。
ですね。第二海堡が作られた地点は沖合にですね、水深約10メーターの地点になります。全長はおよそ248メーターもある大型タンカーですね。ですね、なかなかこのだけ近くで見られるのもありませんので、ぜひ記念のお写真も撮っていただきたいと思います。完成しました3年後に関東大震災が起きまして、大きく被災してしまうんですね。現在はですね、飛行機などで戦う時代に変わってしまいました。第二海堡はその長い歴史に幕を下ろすことになってしまうんですね。ものすごく貴重な歴史的建造物や当時のままに残された施設というのを未だに生身で見ることができるんですね。見えております船は海上保安庁の巡視船になります。浦賀水道航路は日本で最大、1日に500隻以上もの船が行き交う場所なんですね。だいぶ近づいてきた。ブーメラン型のへこんだ部分に着岸するのでしょうか。うわー、すげえな。いきなりなんかレンガ造りの建物が見えてきた。植物も生えてる。雲の巣がすげえ。これが砲台か。211枚もあるんだ、このソーラーパネル。すげえ、雷鳴ってるわ。基礎部分はコンクリートで、壁の部分は4枚でできているんですね。いや、素晴らしいな、この眺め。あれが第一海堡のようです。ちょうどこの方面が東京湾の出口のようですね。すごい、戦艦のような船が通っていく。第二海堡灯台が見えてきました。どうやらここも撮影スポットのようです。左側に FORT で、右側に中津と点灯されているか、皆さん見えます？ボート、ナンバー2、これで第二海堡という意味。このフォートナンバー2の文字は上陸した人しか見えない。この文字だんだん薄れてきてるみたいなんで、数年したらもう見えなくなるかも。下はこんな風になってるみたい。うわ、すげえ、コンクリートが割れてる。今のように鉄筋は入ってないようですね、このコンクリート。お、あっこになんかレンガが見える。通路だったらしい。結構崩れてるな。ところどころレンガの部分が見えてきました。囚人たちが作ったレンガだから囚人レンガと呼ぶらしい。レンガの中心というのはなんと桜の刻印。レンガ100個に1個桜の刻印がついておりまして、小菅囚置館で作られていたレンガという印なんです。ここにたくさんレンガがね、ここにある、はい、ここにありますが、よく桜の刻印がついて、ここは地下の入り口なんです。でも今立っているこの場所もなんと地下の入り口。すぐ近くを船が通っていく。めっちゃでかい船が来た。自動車運搬船かな。今護岸工事中してるみたいだね。なんかブラタモリでタモリさんが降りた場所らしい。すげえ、地下施設が。うわ、すごい、部屋が何個かある。
まあ、当時の明かりといってもね、元旦とかろうそくとか手を使った明かり使いませんでしたので、まあ、その明かりね、空気を逃がすための空気穴が困るというに開いております。まあ、それが全部ですね、左側の通路から今度は砲台の下まで歩いていけたと考えられているんです。大きな出がちょうど見えない状況です。怖いな、この電化の軽い、ね、入り口のような、ね、穴がか下の方に入り口がある。ここが砲台跡みたいだ。これなんか撮影スポットらしいぞ。自分は今立ち入り禁止場所にいてる。向こうには先ほどの観音崎ホテルが見えてるようです。あれ監視カメラらしい。灯台のところまでやってきました。鍵穴みたいな穴が開いてる。こちらが第二開放灯台。こっちにも招待帳号がある。この先に地下道があったようだ。ここに砲台跡が、15センチ高等砲台という開放がありました。あれ昔の船着き場らしい。どうやらあれは伊豆大島に向かうジェットフォイルのようです。この船をこんな近くで見れるのはかなりレアらしいよ。燃料格納庫だったようです。ここは外壁に使われているレンガは焼きすぎレンガというレンガになります。でこの焼きすぎレンガはですね、普通の赤レンガ作るよりも高い温度で長時間じっくり休むんですね。東京駅に戻ってきましたが、外はもう土砂降りです。浦賀ドックでも、第二海保でも全然雨が降らなくて本当に運がいい一日でした。ぜひね、行ってみたいという方はツアーで行かれてみるといいかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。